Thank you.
そうですね、青黒のユニフォームをまとえて、すごい応援を、この新しいスタジアムで聞けて、すごく幸せでした、はい、そうですね、自分のアグレッシブで全力でプレーをするっていうところは全面的に出せたと思いますし、それで結果もついてきたので、すごく良かったと思うんですけど、まだ開幕の1個前の試合なので、全然満足せずに、もう次に切り替えたいなと思います。全力で熱いプレーをするので、全力応援よろしくお願いします。待ってます。まあ試合通してこっちがいい流れで試合運べてたんで、で同点ということで、まあ、ゴール前に行くチャンスはあるなと思ってたんで、まあ、自分が決めて試合を勝って終わるそうという気持ちが入りましたね。いや、まあ、ジェバリはああいう、うん、サイドというか1対1背負った状態でもシュートを持っていける力があるんで、まあ、絶対クロスなり中にボールを入れてくれると思ってたんで、まあ、ジェバリ信じて中入り込みましたね。まあ、今日は勝ちましたけど、まあ、言うてもプレシーズンマッチなんで、まあ、やっぱ大事なのは町田の初戦の開幕戦やと思うんで、まあ、アウェーですけど、たくさん応援しに来てくれたら本当に嬉しいです。全員で勝利目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。